皆さんこんにちは。Do It Yourself Ideas へようこそ。このビデオでは皆さんに新しいアドベントカレンダーをご紹介します。今回のデザインはミニオンです。それぞれのミニオンはキンダーサプライズの中に入っている黄色いプラスチックの部分で作っています。その中には小さなチョコレートや小物などが入っています。黄色いプラスチックの部分にメガネを描いたり、爪楊枝を後ろに刺して数字をつけたりしています。またミニオンの服を作るためには折り紙を周りに貼っています。それでは始めましょう。ミニオンはすでに作ってあります。それではこれからカレンダーの作り方をご紹介していきます。その前にまず一つミニオンを作っていきたいと思います。まずはミニオンのメガネの縁を黒のペンで描いていきます。少しくぼみがあると思いますので、そのくぼみに合わせて黒のペンでメガネの縁を描いていきます。それでは今度は下のくぼみにミニオンの口を描いていきます。笑っている口、あるいは口を開けている形など、皆さんの好きなように描いてください。次はミニオンの目をつけていきたいと思います。目の数は1つでも2つでも皆さんの好きなように作っていってください。それではボンドを使ってこちらの目をつけていきます。今回使っているものは瞬間接着剤です。固まるまで少し待ちます。あとはミニオンの青のズボンを作っていきます。1.5 センチの幅に今回は緑の紙を切っています。こちらの長く切った紙をホットボンドを使って貼っていきたいと思います。紙を貼る際は瞬間接着剤は使わないようにしてください。瞬間接着剤を使ってしまうと透けてボンドが見えてしまいます。巻いていって最後のところもホットボンドを塗ってこのように貼っていきます。これで小さなミニオンの完成です。こちらの形を24個作っていきます。それではカレンダーの日付をミニオンの後ろに刺していきます。今回は爪楊枝を使っています。そしてカレンダーの日付は紙の上に書いて、その紙を爪楊枝に貼るだけです。ホットボンドを紙に塗って、その上に爪楊枝を置いてください。このようにして24個作っていきます。24個のミニオンと日付24日まで作った方はこれからカレンダーを作ることができます。中に入れるものは皆さんのお好きなものを入れてください。チョコレートや小さな小物などいろいろなものを入れることができます。今回はこちらの中にチョコレートを入れています。蓋を開けてこのようにチョコレートを入れるだけです。そしてお好きな日付をチョコレートを入れたミニオンの後ろに刺していきます。それでは皆さんに完成したものをお見せしたいと思います。
今回は24個のチョコレートの入ったミニオンをお皿の上に置いています。お皿の上にまず色のついた紙を置いて、その上に24個のミニオンを置いていっています。全体はこのようになっています。それでそれぞれの日付の日に合わせて、その日の番号のミニオンを開けていってください。いかがでしたでしょうか。今回のアイデアを気に入っていただけたら、ぜひいいねを押してください。またチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。それではまた次回のビデオでお会いしましょう。